こんばっちー、8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才外野手作成。右投げ右打ちの外野手、フォームはヌービス、好きな球団は、球団固有キャラは出てこないんですが、日ハムでやっていきたいと思います。ということで、ヒーリングカードと天才カード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていこう。強いよ。ドン。200を超えたぜ。201。素晴らしい。で、ステージにお犬様おりますので、会っていきましょうか。はい、こんにちは。いいね。ステージチヤホヤは強い。で、超回復。今じゃない感ありますね。その回復も。輝いてほしいな。ウェイ、来たー。来た、素晴らしいぜ。で、あー、弾道行くけど、ここ回復が欲しい。青、おお、いやー、最後回復欲しかったかな。ナイスヒーリング、取って取って。いや、すげー伸びてる、すげー伸びてる、伸びてるけど体力がすげー持ってかれてる。すごくない？ B に C2 つ、宝箱？はい！ボーナーない。ボーナスなし。ナイス回復量。はい。輝く。は？え？どういうこと？どういうことですか？いやいや、めんどくさいって。その動きはほんとめんどくさいって。マジか。赤おにぎりって、レーザービーム。うん、柳生博士のレーザービーム、ナイス。で、ムード丸。これはもう日アム勝った。間違いない。勝ったーって言ったら勝った。青。まあまあまあ、伸びてるのかな、伸びてないのかな、どっちかな。間違いなく言えるのは体力がねえ。ほい。赤ナクス。今じゃねえ、プロ入り。おお。おうおうおう、ありだね。せい、わお、せい、ナイス。パワーいいよ。ノリノリ、きたきた。清宮くん、やる気を買って、うんうんうん、まあいいだろう、こんなもんで許してやるわ。ステさんで、これはまあ伸びてますね。初期値のおかげ、ステージのおかげ。さっせよん、ここから回復と、あー、選手に会えんかったか。エゴッシーさん、身体能力お化けですからね。走力、うーん、まあ低いところをしっかり上げていくスタイルね。3歩だから会えない、会えないけど、まあロックオンされて、まあ吹っ飛ばし持ってるけど今じゃないんだよな、別にな。3開口し、輝く。また赤おにぎり来んなよ、絶対来んなよ。なんか赤かったぞ隣。そんなことなかった。こっち行って、なんで来るんですか、なんで来たんですか、隣かい。あ、でも左側行かれるとシャッフルだよな。シャッフルだとゴールの真下にね、今回復おにぎりあるから。オーケー、あぶねー、ラッキー。よし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 、この回復をね、行きたかったんで。あー、言うて回復量弱えー。プロ入り欲しい。ナイス回復。はい、うえい。まあ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 、いいでしょう。ちょっとチキってるわ、なかなかに順調なんでね。シャッフル欲しいね。宝箱が遠い、宝箱が取れねえ。どうしよっかな、まあ、左側はシンプルに行くのはありだな。取って取って、振ってきて、まあ吹っ飛ばしありますから。ふう、ちょろいね。まあ怖いものはこれでなくなったんで、
いいんだけど、とりあえず回復するじゃん。ナイス回復量。いやーと、マージ、チヤホヤ落とせ。もういらんだろう。うわ、ミートが2。辛いです。ここのミート取っとけばよかったってなる。なるよー。総力あと1欲しいな。補給も1欲しいな。宝箱はきついかな。はい。現象やばい。やばい、次の現象で死んでしまう。大丈夫だろう。ナイス選手。さよなら。はい。おー、ナイス。パワーの補給。1、2、3、4、5。あー、まあいけるとしたらパワーと補給かな。ミートは、ミートが一番査定は伸びるけど、今はね。ただ、100よりも他のことを優先。599、1、足りないです。はい。いかがだったでしょうか。素晴らしい選手の出来上がり。ありがとうございます。やっぱ初期値ですね。初期値が良ければ伸びる。それでは名前設定いってきましょう。はい、名前設定してきました。名前、星599から悟空くんという名前になりました。いかがだったでしょうか。型 S100 のレーザービーム、なかなかに面白い外野手になりました。打撃能力も高く、ムード丸があるので、オートペナント期待して回してみましょう。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら。打率3割6分5厘。やばいっすね。さすがミート S99。3割バッターね、唯一だったんですけど、それでもダントツすぎるだろう。素晴らしいです。ってことで今回は200安打。158安打が第2位ですよ。やばいね。200安打も到達。2塁打47本ダントツで、3塁打はゼロだけど、ホームラン31本、多くはないんですが、見事ホームラン王。そして、100打点も唯一超えて105打点。見事、三冠王達成です。全部が独走しました。今回は日ハムの4番バッターとして頑張って、順位表見てください。2ゲーム差で A クラス入れず4位。なんと負け数は4球団全く一緒だったというね、奇跡。引き分け数、要は勝ち数の差で負けてしまいました。第4位でした。ってことで、あとは得点が93。これもダントツ。三振率で言えば1割5分1厘。もうちょい頑張ってほしかったかなとは思うんですが、素晴らしい結果ですね。で、ファーボールも78。これはギータさんだな、ダントツ。へー。で、あとは盗塁が7個。成功率7割。まあ、総力 B79。まあ、こんなもんでしょうかね。で、猛打賞とかが、20回。ダントツですね。で、対左対右はほぼほぼ変わらず、長打率6割2分、出塁率445、ダントツですね、素晴らしい。OPS は 1.065。そして今回、悟空くん、型 S100 のレーザービームだったので、守備編も見ていくと、捕殺は4でした。まあ、抑止力かな。肩強すぎるから、あ、こいつからは走れねえ、みたいな、そんな感じだったんでしょうか。思ったよりも捕殺はしてませんでした。ということで、今回の悟空くん、タイトルをたくさん取って、三冠王で、首位打者、ホームラン王、打点王、最多安打、最高出塁、新人王、ベストナイン、ゴールデングラブ賞の合計8個でした。いかがだったでしょうか。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。